はい、どうもラスです。突然なんですけど、皆様は撮影したデータとかの管理ってね、どうやってされてますでしょうか。まあ、自分はこの SD カードとかをね、 PC に接続して、でデータを PC に取り込んでから、まあクラウドだったりとか SSD とかにねバックアップするようにしているんですけれども、まあ作業中やデータの確認中にね、うっかりねデータを削除してしまったみたいにね、そんな経験ってありませんでしょうか。自分はね結構あります。ちょっと、ね、容量大きいファイルとかだとゴミ箱行かずに最初から削除されちゃうケースもあったりとか、あと最初はねいらないと思って削除したデータが後からね比較用に見返したいなってなったりとか、ああ消さなきゃよかったとね後悔することもしばしばあったんですけれども、今回ねご紹介するデータ復元ソフトをですね使えば、そういった誤作動とかもね怖くなくなりますので、ぜひねこれチェックしていただければなと思ってご紹介をさせていただければと思います。はい、ということでね、今回ご紹介するソフトなんですけれども、イーザス様というところからね出ているデータリカバリーウィザードというソフトになっております。Mac、Windows どちらもね対応していて、無料版もねありますので気軽に試せるソフトなのかなと思います。で復旧率もねこれ 99.7% となっておりまして、むしろねこの残りの 0.3% なんだろうなとなるくらいですね、もうほとんどカバーしてくれているソフトになっております。で今回はねこちらのダウンロード方法やインストール、そして使い方なんかをねご紹介していこうかなと思っております。はい、まずねダウンロードの方法なんですけれども、無料版はですねこの下の方に行っていただいて、ここフリー版のこのダウンロード、こちらをねクリックしてください。上にあるねこちらの無料体験のボタンはですね、プレビューのみができる体験版がねダウンロードされちゃって、肝心の復元ができないので、フリー版で使いたい方は下のところから、こちらのですね、フリーの、ここのタブからダウンロードするようにしてください。で、フリー版の他にですね、プロ版とテック版、まあそれぞれね、値段と機能が異なりまして、フリー版は復元できる容量が 2GB までとなりますので、ちょっとしたファイルであればね、こちらで全然対応できるかなと思っております。まあ、ただね、最近の動画ファイルとかってやっぱり 2GB すぐ超えちゃいますので、自分みたいに、ね、撮影データとかの復元に使う方はですね、この容量無制限のプロ版がいいんじゃないかなと思っております。でね、ここに書いてある8900円っていうのがね、月額の料金になっておりますので、正直2ヶ月分ぐらい払えば永久ライセンス購入できちゃいますので、使う頻度が多い方は最初からね、永久ライセンスを購入してもいいんじゃないかなと思います。ちなみに自分もですね、こちらのプロ版を使用しております。で、テック版については複数台の利用や商用利用とか時に、こちらのプランを選んでいただければと思いますので、まあ、必要に応じてね、選んでいただければと思います。まあ、大体の方はこのプロ版でね、十分なんじゃないかなと思います。はい、でね、次はダウンロードの仕方ですね。Mac の方はね、ここから Mac 向けのバージョンを選ぶことができますので、こちらクリックしていってください。で、自分は Windows なので、このまま行きますが、フリーはね、まずダウンロードしてください。そうすると、ダウンロードした後、インストローラーがダウンロードされますので、そちらクリックしてください。はい、そうするとね、こんな感じでインストローラーが起動されると思いますので、ここからこの今すぐインストールを押していただければいいと思います。まあ、ファイルのね、場所とか変えたい場合はカスタムインストールしてもらえればいいと思うんですけど、まあ基本的には今すぐインストールでいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあそうするとですね、こんな感じでソフトがね、起動されるかと思います。そしてね、まあこのソフトのいいところなんですけれども、UI がね、めちゃめちゃシンプルで、操作がね、かなり分かりやすいというところがね、いい点なのかなと思っております。これ見ただけでね、ほら、分かりますもんね。で、まずですね、使い方なんですけれども、間違って削除してしまったファイルがあったドライブ、フォルダ等をね、まず選択をして、紛失データの検索っていうのをかけていただきます。で、SD カードとかもね、今からこれ、使ってる SD カードを接続していきたいと思います。はい、そうするとですね、こんな感じで接続した SD カードがね、表示されますので、ここを選んでもらいましょう。で、事前にフォーマットしてありますので、
もうね、ファイルの中身は何にもない状態なんですけれども、スキャンがね、完成すると、ほら、紛失ファイルが432と出てきておりますね。フォーマットしても初期化してるはずなのに、ここにデータが残ってるということなんですね。で、復元の方法に関しては、自分でね、このファイルの中から復元したいファイルを選んでもらって、まあ、例えば今回で言うと JPEG のこの写真データをですね、こんな感じでプレビューね、することができますね。で、プロ版なら制限なく閲覧できますということで、ここの画面上でプレビューね、することができますので、フリー版はちょっとここがちっちゃいね、サムネイルしか見れないという状況になりますね。まあ、今ダウンロードして作業してるのがフリー版なんで、ちょっとここがね、制限かかっちゃってるんですけど、プロ版であれば、ここはね、このでっかい画面で復元したいファイルをプレビューすることができます。で、今回ね、こちらの写真のファイルですね。iPhone でいいかな。このファイルを復元したいですという場合は、ここ、プレビューから選んでいただいて、復元ボタンを押してください。で、ちなみにですね、一つ注意事項があるとすると、復元先はですね、別のドライブに保存することをお勧めいたします。なんか今回みたいに SD カードから PC に直接復元しちゃえば問題ないと思うんですけど、SD カードから SD カードに同じ場所にね、復元するってなると、なんかね、ちょっと不具合というか、上書きされちゃうか関係上、あんまりね、よろしくないみたいなので、復元先はね、別のドライブフォルダにしていただくようにお願いいたします。で、復元されると、こんな感じで、こういう感じで、データが復元されるということでございます。もうほんとね、数回クリックするだけで、こんなに簡単に復元できちゃうというところがかなりね、便利なんじゃないかなと思っております。これ写真のね、データが復元されましたと。これすごいよね。フォーマットされて、データ消えてるはずなのにですよ。で、先ほどもお伝えした通り、フリー版はですね、2ギガまでになりますので、無制限でやりたい場合は、プロ版にアップグレードする必要があります。アップグレードはね、ここからできますので、ライセンス購入後はですね、ライセンスコードが送られてきますので、ここのライセンスコードを入力というところでアップグレードしていただければ、フリー版からプロ版に入ることもできますね。はい、こんなね、便利なデータリカバリーウィザードなんですけれども、気になる点もありますので一応紹介しておきます。まあ、それはね、復元ファイルの名称までは戻らないっていうとこですね。この復元対象のね、ファイル見てもらったらわかるんですけど、ファイル名なしってなってますよね。やっぱりファイル名は消えちゃうみたいなんですよね。これによって何が不便かっていうと、復元したいデータを見つけるのがちょっと大変になっちゃいます。明確にね、いつどのフォルダでどんなファイルを復元したいかっていうのが分かっていれば、まあね、問題ないかとは思うんですけれども、ちょっと経った後に、あ、そういえばあのファイルって間違って消しちゃったかも、みたいなのがあった時にですね、目当てのファイルを探し当てるのがですね、結構大変なんですよ。見てもらったら分かる通り、500以上になってますから、例えば SD カードだけでも、こんだけね、数百個ね、復元データがバーッと出てきちゃうんで、その中から一つの目当てのファイルを探すのって結構大変なんですよ。で、ヒントはやっぱり名前とかになるのかなとは思うんですけど、そこの名前がね、ちょっと当てにならないというところが一つありますね。これはどのね、復元ソフトでも言える話かもしれないんですけど、まぁ、ちょっとだけね、不便に思ったので、そこだけね、ご紹介でございました。まぁ、ただ、総評するとですね、こんな感じで写真データ出ればプレビューすることもできますので、プロ版であればね、全然目当てのファイルは見つかりやすいかと思いますし、まぁ、今回みたいな SD カードっていう限られたね、区切りの場所であれば、まぁまぁ、なんと頑張れば見つけることができるんじゃないかなと思っております。例えばこれがね、PC のプログラムを探すとかなった時にね、C ドライブとか D ドライブ、データドライブを復元するってなった時にはですね、膨大な数の復元ファイルがね、出てくるかと思いますので、そういう時ちょっと大変かなと思いました。はい。まあでも自分の用途としてはね、まあ、今回は撮影データの復元なので、まあまあまあ大丈夫なんじゃないかなと思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ね、ご紹介したデータ復元ソフト、データリカバリーウィザードですね、
イーザスさんというところから出ているソフトになっていて、でこのイーザスさんは2004年に設立された、まあ、結構ですねもう長く続けていらっしゃるソフトウェアの会社でございまして、このソフトの他にもですねバックアップソフトだったりとかパーテーションソフトとかそういったソフトをね開発発売されていらっしゃる企業さんになっております。やっぱり長く愛用されているソフトでございまして、結構ですね評判もいいかなと思っておりますし、実際使ってみてですねかなり簡単な UI で、それこそね本当に3クリックぐらいでねデータを復元できちゃったので、これはマジで使い勝手いいなと思っております。やっぱこういう復元ソフトが1個あるとですね心強いというか、何かあってもすぐにね対応できるというところで重宝するんじゃないかなと思っております。で今回のご紹介したソフトは、まあ、有料版の方が使い勝手はいいんですけど、2ギガまでのねフリー版っていうのもありますので、まだ使ったことないっていう方もですね気軽にお試しいただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひダウンロードインストールして試していただければなと思っております。もうこちらのチャンネルはですねデスク周りのガジェットやこういったね撮影機器に関するレビューを行っているチャンネルでございます。今回はねソフトウェアのご紹介だったんですけれども、まあ、今後もねこんな感じでいろいろと便利な情報をね発信できればなと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。